ザビエル手前が銀、奥が金の包装。ザビエルは大分県大分市の銘菓。バターが効いたビスケット生地の皮に和風の白あん、またはラムレーズン入りあんを包んだ和洋折衷の焼き菓子である。ザビエルという名は日本に初めてキリスト教を伝え、豊後国府内でも布教を行ったことで有名なフランシスコ・ザビエルにちなんで付けられた。箱は黒を基調に赤の線が入ったビロード風の食感の高級感のあるものである。個別包装は銀と金のものとがあり、銀のものは白あん、金のものはラムレーズン入りあんである。箱のデザインはキリスト教の聖書をイメージしている。長久堂が1962年から製造、販売していたが、2000年10月に自己破産したため、一時入手できなくなった。しかし、旅行者等の土産品としてのみならず、地元住民のお茶受けとして、非常に浸透していた菓子であったため、消費者からの復活の要望が強く、長久堂の元従業員が、ザビエル本舗という新会社を立ち上げ、2001年4月に、製造、販売が再開された。製造再開時、ザビエルを製造する機械の多くは、旧長久堂から購入したものの、トンネル用は老朽化のため使用できず、代わりに比較的安価なラック式オーブンが導入された。試作段階では、口当たりがパサつくなどしたため、水蒸気を入れるなどを工夫して改善した。販売を再開した年の11月までに、黒字化しなければ廃業する覚悟だったが、8月までに黒字化でき、現在に至っている。2011年6月に既存工場を増設し、トンネル焼成窯を導入した。ありがとうございます。